はもう本当に、まあいいんですよ、あのツイッターなんかでもね、もうだん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 みんなが関心を持ってもらって、多分本当にメディアの皆さんよりもよく勉強してる人 もうだいぶ出てきてるんでね、まあ、ああいう形でみんなで議論してもらったらいいと思うんですけど、やっぱりね、事実じゃないことを言うね、その学者とかはね、やっぱきちんとね、表で、言っていかなきゃいけないなと思ってですね、例えば、あの大阪市の市税2000億円ぐらいですか、これが調整財源の一部として大阪都庁の方に行くっていうことがね、市の外部に流れるっていうふうに捉えるのかどうかですよ。だってあれ仕事と一緒に行くんだから、だから協定書の中でもしっかりと仕事と一緒にね、その2000億円のお金、特に今の大阪市のすでに発行しているその大阪市債の償還財源分としても渡していくわけです。大阪市のこれまでの過去の借金の返済分として一回大阪府の方に預けるお金とかも入ってるわけですよ。で大阪市以外のところにばらまかれてね、それが千早赤坂村のところにね、何か使われるみたいなね、これはあれですよ、集団的自衛権か何かやったらすぐに徴兵制になるとか、もうそんなね話と同じぐらいのデマを、しかも政府のその関係者がね、政府のある意味ポストを持ってるような肩書きを持ってるような学者がね、そんな事実誤認というか嘘発表と言っていいのかってことですよ。だってあんなのみんな皆さんの議論聞いてたら、大阪市以外のところに誰が千早赤坂村の道路のためにあれお金使うんだと誰も思ってないじゃないですか。そんなのさ、大阪市内のインフラ整備の時に、まあそれは大阪全体のことを考えて、まあいろいろ大阪都庁が判断するんでしょうけれども、少なくとも仕事と一緒にお金が行くわけですから、今の商法とか大学とか高速道路とか、今大阪市が決算で、いわゆる広域行政のお金として使ってるものを一回大阪都庁に渡すわけであってね、当然あれ特許委員会の中で仕事が、その今まで大阪市役所がやってた仕事、これを大阪都庁に移すけども、その分が減ってくればお金だって減っていくわけだから、まあね、そういうね、大阪市域外の方に千早赤坂村の方に使われるとかいうような話をああいうふうに言ってる人がいるんだったら、だからそういうところを指摘してもらったら、僕がまたこうやってね、違いますよっていうのを言うんで、もうちょっと具体的に言ってもらいたいんですよ。あの2000億円のお金っていうのは大阪市域外にばらまかれるんじゃないですかって、あえてメディアで叱るべきポジションを持った人が言ってるんですから、質問してくださいよ。こんなこうやって答えるわけですから、そういう質問なくメリットデメリットを、僕の方から説明しないのかって、もそんな話は具体的に言ってくれれば答えますんでね。大阪市域外に使うなんていうのはあれは違うっていうぐらいの分かるでしょ。千早赤坂村の道路の整備を使うのはそれじゃない、そんなことはそんなお金じゃないっていうことぐらいは、それは前提になってるんですよね。そこはやっぱそういうふうに疑問に思ってるんですか。まあ、あの大阪市以外のところで、まあ、大阪広域全体で使われることになる可能性があるっていう話だって、大阪市役所が今までやってた仕事に合わせてあるお金を渡してるんですよ。大阪 市内でやってるその仕事をじゃあ全部ほったらかしにしなきゃいけないじゃないですか。でそんな可能性を言うんだったら、今の僕だってね、じゃあ大阪市長という立場だけれども、それやろうと思ったら大阪市民のためじゃなくて大阪府民のためにお金使おうと思ったら、そんなことやろうと思ったらできるんですよ。だからそんな可能性の話をするのかどうかですよ。それやろうと思ったらできますと、それあの2000億円のお金、じゃあ大阪市の借金分として、借金の返済分として渡してるけど、じゃあそれ借金も返済せずに千早赤坂村とか高槻市の道路整備のためにお金使う、でそれ可能性ありますねって言ったら、今の体制だってそれやろうと思ったらできますよ。でそもそも今のあの人もね、何をもう反対のためのね、もう荒探しをするもんだから、もう論理がもう破綻しまくってるんだけど、大阪市以外のためにお金使う、大阪市以外のためにお金使う、2000億円が取られるって言うんですけど、今じゃあ大阪市民以外のためにどれだけ大阪市がお金使ってるのかってことですよ。そういう現実を知らないからです。そこを整理しようっていうのは大阪都構想で、まあ、大学だってそうですよ、いつも言ってるじゃないですか。大阪市民は大阪市立大学 20% ぐらいしか通ってないわけです。でも100億円入れてるわけでしょ。でもこれもうすでに大阪市民以外のお金大量に使ってるんですよ。これを整理しようっていうのが大阪都構想であってね、まあああいうちょっと本当にどうしようもない学者がね、ああいうふうにいろいろ言うんだったら、ちょっとしっかりね、
抗議も含めてしないといけない。やっぱり内閣の参与というポジションもあるんだから、維新の会から抗議文と公開討論の申し入れ、やるように指示を出して、もう文書を作って事務局から出しました、ね、だから藤井なんとかっていう人ね、内閣参与という立場で、政府の立場なんだから、ちょっと堂々と出てきてもらって、僕と公開討論してもらいたいと思いますけど、2月中にしっかりやりたいと思います。だから具体的に言ってくれればちゃんと答えますよ。でも全然今メディアから出てこないじゃないですか、具体的に問題というのは。こんだけ毎日毎日顔を合わせてる。で、僕が必ず反論してそれで終わっちゃうじゃないですか。で、読売新聞だって具体像を示せなんて言って社説で書いてますけど、この間の産経新聞と昨日か一昨日の朝日新聞が一から分かるって書いてくれてましたけど、もうあれが将来像ですよ。あれですよ。あれを目指すために複雑な複雑な制度を作ったのが大阪都構想でね、あれ以上のことなんかないわけですよ。大阪全体の成長戦略は大阪都庁である、住民に身近なサービスを新しく設置した特別区である、これが将来像なんですよ。でそれに仕組みを作って大阪の成長戦略とかね、各特別区のマニフェストを実行していく、もうそれはもう維新の会のホームページに立ち上げてるわけですから、だから具体的に示せ具体的に示せ、一体今まで過去の歴代の大阪市長や大阪府知事、また大阪の、ね、自民党民主党公明党共産党が今僕らが出しているもの以上のことをね、具体的に示してたかっていうことですよ、うん、それは政治家にね、もっと具体像具体像って過去と比べて僕らはそんなに足りないことなのかね、今までの自民党や民主党や公明党共産党既存の政党がじゃあ統一地方選挙の時に何を出してたかってことですよ。過去のビラ見てくださいよ、自民党や民主党や公明党や共産党の、それと比べて僕らが言ってることが、それ 100% それは読売新聞が考えるようなね、100% のものかも、ものかどうかそこに達してないのかも分かんないけど、過去と比べたらこれだけ具体的なものを出してるんで、そんな政党ないと思いますよ。だから一体何と比べていいのか、基準は何なのかね、それをしっかり示してもらわないと、もっとくれもっとくれってね、いくらおやつ与えてもおねだりするような、そんなもう子供と同じような状態になってますよ。だから具体的に問題とあるのとだったら示してください。制度結果何かがあるんだったら、区割りは民主的じゃないとか、もうそんなことしか言えないんですよ。じゃあどうやってどういうふうに決めるのが民主的なやり方なんですか。全員に合意取らなきゃいけないんですか。無理じゃないですか。どうせ3年5年かけたとしても、ちょっと福島区がどっちに入るかとか、それぐらいの結論しかならないんだったら、そんなの5年も6年も議論したってしょうがないんですから。もうちょっとね、住民投票を前にしてメディアの皆さんの情報伝達能力っていうものを磨いてもらいたいですけどね、有権者のために。